Wow, hello everybody. Hi. Good Hello. evening. Happy New Year. というのはちょっともう遅すぎかな。うん、明けまして、初めての方、明けましておめでとう。おめでとうございます。Happy New Year. 明けましておめでとうございます。はい。シロです。よろしくお願いします。今日のよろしくお願いします。日本語に訳さないというのはどういう感覚なのか、日本語に訳さないと。よく日本語に訳しちゃダメですよと、ね、よく私言いますけど、生徒さんとか皆さんによく言いますけど、その具体的イメージがね、もう一つわからない方もいらっしゃると思うんですよ。あるいは、それは分かってるけど、なんかどうしたらいいのか分かんないよ、しろっていうのね。そういう方もいらっしゃるんですよね。だからそういった方のために。で、例えば今日のセミナーを受けたからといって、だったらもう明日から、もう一切日本語を介さずに、英語が理解にできるというようなことは起こらないですよ。でも、少なくとも、ね、要するに OK、日本語に訳さないっていうのはこういうことかと。じゃあ、こういう部分に力点を置いて、今後英語の学習を進めていけばいいなという、そういう指針を皆さんに与えたい。そういうことで、やってます。はい。で、今回ね、今日はいくつか例文を示すんですけれど、まあ、ネイティブバスターの方からね。例えばこの中でまだ英語を始めたばっかりとかで、なんていうの？こう、知らない単語がたくさんあったり、熟語とかがいっぱいあったりして、こう意味がわからない部分もひょっとしたらあるかもしれないけれど、まあ、今日のテーマとは直接は関係ないので、知らないものは、知らない単語は何回聞いても聞き取れるわけがないので、それは気にされなくて結構ですよ。で、もうちょっとね、私どものその話になるんですけど、ずいぶん前の話、まだセルフイングリッシュ、このセルフイングリッシュスクールをね、まだ始めたばっかりの頃ですかね、始めて4、5年ぐらいとかね、まだまだ、生徒さんの感覚的にもゆとりがあった頃なんですけれど、うん、その時はね、1ヶ月間の無料体験レッスン。1ヶ月でしょ、1ヶ月の無料体験。いいですね。今はできない。ごめんなさい、それはできない。ちょっとカチカチなので、それはできないですけど。で、その時にね、ある方が、いらして、まあ、男性の生徒さんなんですけれど、まあね、2回目のレッスンぐらいにね、私にこういうこと言うんですよ。いや、日本語に訳さないとね、意味わかるわけないじゃん。うん、ね、日本語に訳さないでどうやって意味が分かるの？で、その方には切々とこう私はこう、その私の言わんとすることを説明したんですけど、なかなかこう分かっていただけないですよ。まあね、その方にも今日のセミナーみたいなのを受けていただければ、ひょっとしたら、続けられてたのかなという気はします。で、日本語に訳さないと意味が分からない、そんなことはないですね。で、ちょっとね、私の下手なイラストをちょっと見てくださいね。ちょっと画面共有しましょうかね。これから、ある、ちょっとストーリー性のあるイラストを見せますから、ね。それを、こう、理解しようとしてください。どういうストーリーなのか理解しようとしてください。ただし、それを理解する際に、頭の中に決して日本語を並べない。そのもう、ストーリーをそのまま直に、もうね、日本語で決して並べないように、ストーリーを理解しようとしてください。よろしいですか？はい。はい。ちょっとね、絵が下手なんで。いや、でも、ちょっと、OK、hold on. Excuse me. OK。ね。って感じ。って感じですね。これ。さっきのちょっとね。OK。で、はん。来た。Alright。Yeah。
ライバーです。うん、はい。ちょっと、見えてます、うん、見えてます、うん、okay. はい。じゃあ。うん、はい。うん。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 はい。で、ブッド。以上。ね。ああ、ごめんなさい。すみません。はい。大体いい、わかりました？うん。お話伝わりました？大体の、大体の。ね。で、今私これイラストで示してますけれど、うん、このイラストが示しがやってるこの役割、皆さんにこのイラストがこの絵として情報を与えたわけですよ、うんね。で、このイラストと同じ役目を、ね、英語にさせるんです。うん、言葉にさせる。今は英語ですから、まあ日本語の時は日本語で。うん、ね。ね。で、このイメージを受け取ろうとしてください。今先に受け取ってますけど、で、ちょっと、ね、ちょっとまず文字で見せますね。文字でお見せしますね。ちょっと待って。ね。When I got pulled over, when I got pulled over by the police,、うん、not making a complete stop.、うん、at the stop sign, at the stop sign.I tried everything. Tried everything. To get the officer to let me go. Okay, just to sit back. Right? I put on a really apologetic face. I put on a really apologetic face and told him how sorry I was. But it didn't work.It didn't work.、うん、All right. Then, これ、ね、警察官の言葉ですね。No traffic violation goes unpunished.、うん、And they gave me a ticket. ね、うん、こんな感じ。いい？で、それを、例えば、これ、ホームワークからの抜粋なんですけど。When I got pulled over by the police. ちょっと声、聞こえてます？We're not making a complete stop. ね、イメージを取ろうとしてください。この、うん、ね。At the stop sign. At the stop sign. I tried everything. Huh?、うん、to get the officer to let me go.Get the officer to let me go. When I got pulled over by the police for not making a complete sign at the stop sign, I tried everything to get the officer to let me go. ちょっとね、これ、まあ、スピードについていけなくて今構わないですよ。ね。I put on a really apologetic face.I put on a really energetic face. And told him. And told him. How sorry I was. I put on a really apologetic face and told him how sorry I was. But it didn't work. He said,No traffic violation goes unpunished. And gave me a ticket. But it didn't work. He said, No traffic violation goes unpunished. And gave me a ticket. Yeah. まあ一気に聞くと。When I got pulled over by the police for not making a complete sign at the stop sign, I tried everything to get the officer to let me go. I put on a really apologetic face and told him how sorry I was. But it didn't work. He said,No traffic violation goes unpunished and gave me a ticket. When I got pulled over by... Oh, sorry. で、今、仮にこのスピードについていなくてもいい。
ね、要するに日本語に訳さずに、意味を取るということに集中していただければそれはそれでいいので、うん、ね、だから先ほどの、私が書いたあのイラスト、あのイメージをこの単、この言葉から受けようとすること、ね、それと、まあ、その、ある一人の生徒さんの例を出しましたけども、ね、多分その方の一つの大きな勘違いというのはこうなんですよ。ね、日本語が意味そのものだと思ってらっしゃるんですか？日本語はね、意味じゃないです。日本語というのは単なる音です。まあ書いてれば文字ですけど、こうやって喋ってること、私の日本語。これは単なる、ね、あの、意味のないただの音の連続ですね。母音や子音を適当に組み合わせて、ただ単にこうやって音を出す。で、それに意味を、つけてるのは皆さんの想像力です。ね、皆さんの想像力が日本語にその意味を、日本語に意味を付け足してるわけですよね。で、例えば、例えば私が今一言日本語言いますよ。ね、で、どういうイメージが頭に浮かぶかちょっと教えてくださいね。ご飯。うん、おいしい、ちょっと待ってね。ご飯って言うと、I'm sorry。どんなイメージですか？おいしい。いや、あの、ライス。ライス。映像、映像、ご飯って言うと、どんな映像が浮かびます？私はね、ご飯って言うとね、うん、あの、お茶碗に、それが思い浮かぶかな。あ、うん、はい。me too。違う？そうです。同じです。そうだっていう人。はい、ご飯っていうかな。うん。でも食事っていう意味があると思う。そうじゃない人もいるけど、多分、うん、あの、そうじゃない人ももちろんいますよ、もちろんね。でも、うん、そういう人が多いんじゃないかなと思うね。ただ、ただ、例えば、いい、同じご飯でも、うん、ちょっとご飯食べに行こうか。うん、こう言ったとするじゃん。って言ったとするじゃん。そうすると、どんなイメージになりますか？もう私はね、もうあのお茶碗に盛った白いご飯のイメージはそのご飯からは来てない。うんうん、ね、やっぱり、もうなんかこう、なんか食事一般。その時の気分によっては寿司だったりするかもしれないし、うん、その時の気分だったらあの イタリアンですからね、なんかスパゲティとかピッツァであったりするかもしれないし、その時その時のあれで、だから同じ言葉でもその言葉にイメージをつけてるのを私たち、言葉自体が意味を持ってるわけじゃなくて、単語に単なる音なの、うん、ね、だから、まあ、皆さんがやるべきはこういうことですよ。これ。ね。皆さんは、日本語、これ、カーソル見えます？皆さん。見えます。はい、見えます。見えます。それが即イメージ化されるんですよ。で、そのイメージが、イメージを理解してるわけ。ご飯という単語が、ね、この中に入るんじゃなくて、ご飯という日本語からイメージが生じて、それを理解してるわけでしょ。ところが、いい、まあ多分ね、日本の英語教育のせいでね、訳させる英語教育のせいでね、もっとなんとかしたいんですけど、ね、英語聞くじゃん。そうするとこれ日本語に変えんだね。で、その日本語のイメージなんだね。で、それで理解する。これだとね、2つよろしくないことが起こる。一つは、もうこのめんどくさい過程が一つあるでしょ？めんどくさい、この過程めんどくさいです。あと、この英語のイメージと、この日本語のイメージと、多分必ずしも一致しない。うん。一致しないことはもう非常に、もう、そっちの圧倒的大事ですよ。うん。ね？例えばね、もう本当に簡単な単語。ハッピーとかね、ハッピー、ハッピー。
え、ね、ハッピー。ハッピー、あの単語と日本語の幸せだと、うん、もうね、もう私の中で結びつかないですね。もう結びつかない。うん。うん。うん、ハッピーの意味は広いよね。ね、例えば、もうまあ、まあね、いろいろ、もうほとんどの場合が、ここはズレがあるんですよ。うん。で、時間的にも手間だし、労力的にも時間的にも手間だし、だから、英語聞くでしょ？でさっき見たく、即イメージ、このイメ、英語もやっぱりこうやってイメージ化することなんですよ。イメージで聞こうとすること。で皆さんがやりたいのはこれ。これをやりたい。うん。ね。で、例えば、こう、具体的に例えばご飯みたいにね、映像化し、できやすいやつとかは問題ないかもしれないけれど、ちょっと抽象的な概念的なこと、うん、アイディアとか、考え方とか、例えば、そうね、価値とか、権利とか、そういったもの、そういった言葉は、こう、映像化しにくいかもしれないけれど、ね、皆さんはやっぱその意味をちゃんとイメージとして持ってるんですよ。例えばですよ、幼稚園児に、うん、価値って何って聞かれたとするじゃん。ね、その時にその価値という言葉のそのイメージを、なんとかいろんなこの幼稚園人でも分かるような言葉でなんとか伝えようとするでしょ、うん、ね、あるいは人権とか権利とか、権利って何って聞かれたとするじゃないですか。ね、幼稚園、もう幼稚園のね、低学年の子供たちとか。そうすると、もう、彼らには権利なんて言われても意味が分からないけれど、皆さんの中にはそのイメージありますからね。その時に何とか幼稚園児にも分かってもらおうな、もらいたいというその内容、うん。それが例えば権利という言葉のイメージなんですよ。それと、直接結びつけようとすることです。常に。ね。もう一つお見せしますね。なるべく日本語にしないようにしていただけますか？うん。ね。うん。OK。日本語にしない。うん、When I receive a text message from my friend, I feel I am under some pressure. Under pressure. You will return the message. As soon as I can. Sometimes those messages.Keep coming. Oh. Mm. And most of them. I was spending my time reading. And not really worth spending my time reading. That it gives much stress. Maybe I should get rid of myself. うん、ね、これを日本語にするんじゃなくて、うん、イメージで、うん、From my friend、うん、I feel I'm under pressure、うん、to return the message as soon as I can、うん、Sometimes those messages keep coming、うん、Sometimes those messages keep coming oneAfter another. One after another. Right? And、most of them、are not really worth spending my time reading. Yeah, most of them are not really worth spending my time reading. And all right, it gives me much stress.Right? Maybe I should get rid of my cell phone. Maybe I should get rid of my cell phone. Then maybe I will help you. Yeah? Yeah?
こういうイメージを。どうすか、うん、うん。日本語にしない感覚が、ちょっとは伝わりますか、この静けさ。もうわかります、うん、無理やり言わせてるような気もします。あ、ただし本当にこう日本語を一切頼らないで、英語が聞ける、聞けるというのは要するにもう聞いてすぐ 理解できるということね。で、そうなるためには2つ条件がありますね。うん。うん、何だと思います？ 2 つ条件があります。まあね、1つは、一つ一つの英単語が日本語と結びついてるともう、しんどいね。うん。例えばさっきの、例文。この one after another、次から次へとみたいな感じで日本語で入っちゃってると、ちょっとしんどいね。もうね。これとかね、worth とかね、worth っていうのをね、価値があるみたいに言っちゃって理解しちゃってると、もうね、そこで日本語が入っちゃうんですよ。うんうん、まあ、私こうやってセルフイングリッシュスクールやってるじゃないですか。で、ね、これまでもいろんな生徒さんにお会いして、でこれこの学校を開く前もさまざまな方に接してきてるんですけれど、例えばね、こういうふうに言われる方多いですね。なんか喋るでしょ、英語でなんかいろいろ喋ろうとするんですけど、たんびたんびにこう、とかね、なんだっけとかね、って言っちゃう。これをやっちゃうと、もうそこでね、もうかなり日本語のモードに戻しちゃうんですよ。うん。私たちの母国語、この力を舐めない方がいいですよ。もうその言葉を口にした途端、かなりもう戻しちゃう。日本語のモードに、いくら英語で考えようとしても日本語のモードに戻しちゃうんですよね。で、こういう方もいらっしゃいましたね。これは、セルフインスクール始める前ですね。なんか言うたんびにね、何でしょって言う人ね。どんな風になるのかな。When I receive a text message でしょ。I feel I'm under some pressure でしょ、to return the message でしょ、ね、こうやってなんか言うとでしょでしょって言ったんですよ。もう癖になっちゃってるんですね。で、それはね、何度も やめるようには言ったんですけど、もうね、もうやめられないんですよ、その方。だからそう、どういうことが起こったのかというと、もう、まあ、全く上達しない。一切上達しないです。うん、だってもう日本、そこでもう日本語のモードになって、もうそこでもう英語にはなれないっすよ、うん、ね。それとなんだっけみたいなことを言ってるうちは上達のスピードはものすごく遅いでしょ、ほどじゃないけれどものすごく遅いです。うん、ね。で、口にしなくてもそれと同じことがここまで起こってると、それは皆さんの上達の妨げになりますよ。うん。ちょっとでもこう、日本語に置き換える部分がね、空中にあると、まずい。ね。だからそれはもうイメージ化しないと。例えばさっきのね、what? この単語。この what? これ価値があるとかじゃなくて、まあ、理解をしたら、これ what doing something っていう形で言うことが非常に多いんですけれど、ね。例えばこのセミナーが終わった後に、その気に、このセミナーに参加してよかったなというそういう気持ちを込めて、ね。It was worth attending. The seminar was worth attending とかね。なんかいい本があったら、Worth reading.
the book was worth reading とかね、あのそのイメージを持ちながらいろいろこう自分にしか分からなくていいですから、うん、そうやって言ってみてその worth っていう単語 の, あのイメージを自分の中に植え付けようとすることですよ。これを worth を価値があるみたいな感じな、あのね、あのそんな形容詞的なそんな理解だとちょっとまずいんですね。まず worth っていうのは形容詞じゃないので、これは前置詞ですね。それで、例えばね、これは知ってる方が多いと思うけれど、humble ね。でこれね、私ね、これこの単語日本語だとなんていうの、謙遜するじゃない。あ、OK、謙遜素敵、謙遜、謙遜するみたいな、そう、謙遜するでしょね、謙遜するどうしようじゃないですか。だからこの単語にね、をにこう対応する日本語訳っていうのは私には思い浮かばない。で私の場合はこの三宝っていう単語はもうこれの逆だと理解すればいい。これの逆と理解すればいい。でこの単語のイメージを学びたかったらね、そういう人を自分の中で探すんですよ。例えばもう一番先に思い浮かぶのは大谷翔平とかね。翔平も。翔平、大谷 is humble. He's really humble.、うん、え、だから会社の中でそういうなんかすごい人がいたとしたら、その人鈴木さんだとしたらね、鈴木さん is really humble.、うん、yeah, I really want to be humble.、ね、うん、でそうやって自分の中で、その自分のそのイメージというかその意味と結びつくような形でその単語を学ぼうとすることで、全ての単語、うん、ね、だけでにいい、半分謙遜するだとね、もうねこれだとね絶対使いこなせないですこの単語は、うん、うん、ね、用途が違う、うん、片や形容詞片や動詞的でしょ、謙遜するだと、ああ、うん、でイメージで理解するというのはこういうのも助けになるのでね、この違い、どっちも恥ずかしいみたいに訳されるのでこの違いが見えないですよ。ああね、 shamed それで embarrassed ね、で例えばそれもこういうふうに理解するとエンバーストのイメージはこうです。エンバーストのイメージはこうなんですよ。必ず、ま、いい周りの人のことを気にしています。エンバーストの人は。だから、周りに人がいないと、エンバーストというのはありえない。周りに、自分のことの周りに人がいないと。例えば、うん、皆さんどなたもおならすると思うんですよ。ね、おなら絶対するでしょ。結構するんだね。結構きますね、絶対に。ね、でも、一人でしたとするじゃないですか。で、こういうことは起こらないでしょ。必ず人前でやるからこういうことが起こる。ね、でも、ashamed はこうなんです。周りに人がいるかいないか関係ないな、うん、自分の人間性を恥じてますよ。だから人がいるとかいないとか関係ないな、うん、この感情、まあない人もいますけどとかね、ね、shame のイメージはこうなんです。 embarrassed はこう、そうするとこの2つの単語間違わないと思うんですよね。だからやっぱりこう、うん、一つ一つの単語をイメージで理解することはとても大切です、うん、あ、で特にやってほしいのはやっぱりこれずっと言い続けてますけれど、やっぱり基礎英単語のイメージ化だね。なんでかというと圧倒的にもう 99%
に近いほど、あの会話英語は無基礎英単語でやりますから、ほとんどが基礎英単語ね。ハッピー、幸せだとまずいんですよ。うん、ね、もちろん go 行くだとまずいし、プッと置くだとまずいし、そのプッとなプッとのそのイメージみたいなのだから、私が作ネイティブパスタを作ったのは そこに理由があるわけですけれど、ね、まずそのイメージ化はしないと、一つ一つの単語のはイメージで理解しようとする、うん、でこの中にはあのネイティブパスタの使用者も非常に多いので、うん、あのそういう理由があってあれは作ってます。だからあの単なる日本語との対訳ではなくて、どういうふうに使ってどういうイメージを持ってるのかというのをまず基礎英単語からこう自分の中にこう入れていかないとね。でもう一つは言葉のルールを知っておくことですね。でまあね、英文法というのじゃないですよ。私が言うこと、英文法というか、あの学校の英文法理由を皆さんイメージされるのでね。言葉というのは情報の足し算なんですよ。うん。ね。こうやって情報をどんどんこうやって足していってるわけ。ただ、その、新たに足される情報が、すでに与えられた情報とどのような関わり方で足されてるのか、それは分かっていかないと、ね、でこれもよく言うんですけれど、あの決して英文を聞こうとしないことです、うん、英文を聞くっていうのは要するに一つの英センテンスワンセンテンスを聞こうとするってこと。それは絶対やらない。ワンセンテンスで理解することは絶対しない。そうすると必ず訳します、うん、ね。だからあの先ほどこうお見せしたように、こうフレーズごとに理解していけばいいんで、フレーズごとに聞いていけばいいんですよ。読むときもそうですね。うん、フレーズごとに、でこの情報がいい、この情報が前のこの前のこの情報にどういうふうに結びついていくのか、そのルールは知っていないとね。この辺は難しくないですけれど、うん、例えばこれとかね、うん、and most of them、 この them っていうのはこのメッセージのことですよね。 I'm not really worth spending my time readingこのリーディングの先に、この後にはこのゼムがあるんだということ、意味的に。ね。それは理解できるだけの言葉のルールの知識は必要です。そうじゃないと、こう足される情報、足される情報、足される情報と、前の情報とどんな関わり方で足されてるのか見えないですからね。だからそこの勉強は必要です。知らないものは知ればいいので勉強はする。で、勉強はする。うん。そうすると皆さん黙っちゃうんですけど、見てください。あとね、ちゃんとそのルールが分かると、予期できたりもするんですよ。次にどんな情報が予期できる。うん。あ、もうこの次はこういう情報だと。だからそれを期待しながら聞くことができるのね。ね、うん、ちょっとね。うん、I hate it. もうね、こう言うと次はもう絶対 when で始まる。もうほぼもう 99% そうです。I hate it when ブラ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 になります。そういうのもだんだん分かってくるので、ね、I hate it when a guy sitting next to me on the train、ね、で、
これがいい？ね、when a guy sitting next to me on the train っていうのは単に a guy だというのが分かるだけの認識はないと。英文じゃないでしょ、これは。ね、こういう男って言ってるだけですね。できたな。Right? Resting his head. Resting his head on my shoulder. Yeah. Sometimes his yes is really bad. Right? I quickly raise my shoulder. I quickly raise the shoulder. Right? Of course, I don't do that when the cute young woman does it. When that happens, I just hold still, trying not to wake up. What my type is not so busy. Some of the dancers are so nice, guys. Then, I'll do it, right?ちょっとまとめなんですけれど、まずね、私の顔にしましょうね。はい。で、まずやりたいことはこうなんですよ。文を聞かないと。で、決してその文単位で理解しようとしない。必ずフレーズで聞くことです。文単位で聞こうとすると、必ず訳してしまいますから。で、フレーズごとフレーズごとに、イメージとして聞こうとしてください。ね。で、そのためにはやっぱり一つ一つの単語も英単語もイメージで理解しないと。特にもう動詞とか形容詞とかそういったものはもう絶対そうじゃないと。ね。で、あとは、言葉というのは情報の足し算ですから。ね。聞いて、英文を聞くわけじゃないので。短いフレーズごとに聞いていくので、一つ一つのフレーズが前の情報とどんな関わり方で足されていくのか、それを分かることは大切ですから、その意味で言葉のルールはちゃんと勉強しないと。ね。で、そういうことを今日、くどくど申し上げただけなんですね。で、もう一つ、